リさん、サラマンダさん、ありがとうございます。今日は、あ、なんかテロップが表示されてない。よいしょ。カリさん、ありがとう。シュアンコさん、ありがとう。コナンさん、ありがとう。タンタン、ありがとう。生誕さん、落ちました。生誕さん、エフペサポ。当落が出たようで。落選が出て、嬉しい反面、複雑な気持ち。また、でも、普通に一般でも、お待ちしてます。埋まるか、心配ですけど。ヒロリンハットさん、ありがとうございます。ちょっとリエチュー、ストレッチしながら。タンさんありがとう。ヒロリンアタさん、タンタンありがとう。マッサリヤッホー、帰宅途中、今日ありがとうございました。あ、当たりました。タンタン嬉しい。今日は初めて三つ編みをしてみました。頑張れてさん、ありがとう。え、よかった、嬉しい。シンジさん嬉しい、ありがとうございます。頑張れてさん、ありがとう。リチャードさん、ありがとう。え、コナンさん、イエーイ、ありがとう。生誕さん、え、嬉しい。見つからないんだっけ、本当に本当にそんな位置にいるの。ジノットさん、ガンバレットさん、ありがとう。トーノさん、ヨシコタン、トーノさん、ありがとう。生誕さん、よ、リハビリ頑張って。ヒーちゃん、ユナイテッドさん、ヒーちゃん、トーノさん、タンタン、ハコヘさん、ありがとう。嬉しい。最前席、お、最前、最前行っちゃいますか。リア中これ、嬉しい。ひーちゃんありがとう。ゆしかたありがとう。来たよ、やっほー。ひーちゃんありがとう。今日は、香川、広島大学学園さん、ありがとうございました。たくさんの方に来ていただいて、すごい、広大の、生徒さんたちも、すごい、なんか、ハート、ハートしてくれたり、すごい盛り上がって嬉しかったです。本当に楽しかったです。遠野さん、しんちゃん先生、ありがとう。香川でおごり、おごり、ちょっとわくわかんないんですけど、どうだったの。お、土りそさん、え、もう見えました。めっちゃ見えました。めっちゃど真ん中にめっちゃ見えましたよ。土りそさんも、土りそさん、ジパングさん、エムタツさん、ありがとう。ジパングさん、ありがとうございます。ヒッキーさん、ありがとう。ヒッキーさん、コウモリさん、ユナイテッドさん、お化け、ありがとう。ジパングさん、ありがとう。プリンちゃん、カンさん、ありがとう。ミネリズ部長、屋台、そう、ありました。そう、終わった後にみんなで屋台行きました。そう、そこでね、たくさんファンの方ともお会いできて、すごい、そこでね、学園祭の屋台とかの方がすごい、焼き鳥買ってくださいとか、すごい、めっちゃ嬉しかった。美味しかった。カンさん、ありがとう。ちっちゃい子も行ったし、ジパングさん、エムタさん、ありがとう。そう、屋台終わった後にみんなで屋台、ナチョスみたいなとオレンジジュースと食べました。ひーちゃん、ありがとう。エムタさん、ありがとう。かわいい。そう、うどん食べれました。ヨシクタン、イコタン、ありがとう。リレーさん、ハート、ありがとう。レズ、嬉しいです。ちなみに土りそさんは思ってましたか。かわいいと思いましたか。学園さん、私も歌い出したので懐かしい。チュー、鳥取太郎さん、やっほ、こんばんは、来てくれてありがとう。過去の話で、ちょっと、お、オレンジジュース飲んだ、カシスみたいな。にゃん、楽しい時間、あっという間でした。嬉しい。安兵衛さん、めっちゃ見つけましたよ。結構もうすぐ見つけました。今日、昨日いた、ありがとう、ホフマンさん。え、リエチュ、ホフマンさん見つけましたよ。リエチュ書いても、あ、本当にありがとう。コヘタ、ありがとう。参加してないから安心して、安心して。あ、そういうこと？
イベント、リエチューはイベント参加しませんね。いろんな声があるんですけど、まあいろんな声がねあるとは思うんですけど、リエチューは参加しません。本当は気持ち的には出たいなっていう気持ちはあるんだけど、なんかもう課金イベントはもういいかななんて思ってます。まあこの先もし参加することになったら申し訳ないんですけど、でも極力ねあまり参加しないように。今日も私嬉しい、新聞何だとやっぱ嬉しい、もっくんありがとう、いろんな声、ヤマピーさんありがとう、バケ123さんありがとう、やっぱアラリス本当サングレアだった。そうヘビーローテーションと言い訳メイビーとあとなんだろう、ヘビーローテーション言い訳メイビーなんだ、押し増し使えなかったから完封。本当ですか？本当ですか？まさかの？本当ですか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 ？まさか？まさか？念願の？まさか？そういうのはどうやって見れるんだ？まさか？まさか？まさか？イベントさんが正直助かる。イベント嬉しい。三つ編みか、あー寂しかった、本当ですか、僕ありがとう、いろんな声、そういろんな声があって難しいよね、良すぎて嬉しい、またセンターやりたい、会いたかった、会いたかっただ、そうそう、スリムな、嬉しい、ウェーブウェーブなります、僕ありがとう、あー助かり、本当ですか、あってリア充念願の、モック優しいありがとう、いや天才、ビンゴさんラブ、ふかで嬉しく、ちょっとリエツ、優しいありがとうございます、ハート、ハラさんありがとう、まさか、リエツ本当ですか、推薦です、念願のずっと、みんながすごいなんか走なんかリエチュー結構エゴサとかしてる時にたくさんね剣を買ってくださる、買ってくださったりしててとっても嬉しかったです、リエチュー完売、リエチューの完売でなんかリエチューが安心してできますようにみたいな、本当にみんなの優しさに救われました、赤い先生さんありがとう、僕ありがとう、楽しかった、もう一回にかまま、鳥取太郎さんありがとう、いつか話そうね、もう一回ありがとう、嬉しい、もう一回ありがとう、おめでとう、挨拶、あ、たぶん リエチュー頑張っちゃう、大阪の分はリエチュー、嬉しい、生誕祭、とっちゃんぼうやさん、リエチュー涙嬉しい、お待ちしてます、ぜひ一般販売がね始まるので、嬉しい、みんな嬉しい報告ありがとうございます、やった、嬉しすぎる、お話し会もたくさんね買ってくださった方々ありがとう、すごいね、リュウチュエゴさせててすごい、リュウチュのためにって言ってたくさん買ってくださってる方とか、セーター祭当選、お、安部さん見ましたよ、ツイート、ツイート見ました、ありがとうございます、天津飯食べて、天津飯リエチュー飲みに来てください、ようやく、お、お疲れ様です、すごいね、リエチューのね亀子まで可愛く撮ってくださってありがとうございます、本当に今日は会えて嬉しかったです、エゴサはね、でもね1000より
した方がいいかなって思いました。なんだろう、なんかせっかく皆さんがねツイートしてくださっとるので、ちょっとね見ないわけにはいかないので。一般販売リアチの力で当ててください。絶対に会いに来てね。ヒッキーさん、お化けありがとう。エゴサする、そうそう、やっぱりね、なんかみんながねリアチのためにねツイートしてくださって、リアチ、お嬉しい。自分の控えめで、いやいや別にリチ監視するために、新井リア記載しました。嬉しい、ラブすぎる、ラブすぎる、ラブすぎます。生誕祭ラヤマピーさん、一般販売お待ちしてます。ヤマピーさんに会いたい。待ってる、待ってるヤマピーさん、待ってるヤマピーさん。台湾の子さん、ありがとう。いけないのが残念。でもさ、こうやって会いに来てくれてさ、みんな嬉しいよ。太陽の子さん、ありがとう。こんばんは。ゆうきさん、はじめまして。JR QMS さん、ありがとう、バッケ。三期生八、ね、すごい。嬉しい。本当に香川行けて嬉しかったです。コージさん、こんばんは。本当にリアチュ、香川、すごく楽しかったです。先輩方がすごく優しくて、なんかすごい場が楽しくて、楽屋もすごいなんか空気がめちゃくちゃ良くて、すごくまた同じメンバーでできたらいいなって思いました。すごい優しくて面白くて最高な、最高でした。 JR ケメスさん、ありがとう。可愛い、嬉しい。当選、嬉しい。 JR 受け滅ありがとう。わけ絶対祭申し込んだ、嬉しい。ゆうちさん、そっち方ありがとう。もう一度、嬉しい。ヤマピーさん、待ってます。ファンで生まれ、本当に人生やばいレベル、嬉しい。ナイクル、お、嬉しい。リュウチ嬉しい。ミキヤくん、ありがとう。ゆうちさん、ありがとう。香川、お、そう、そう、ラ、うどん食べたんですよ、香川で。なんていうお店だっけ、山屋、山屋じゃない、カジ、何屋、ちょっと忘れちゃったんですけど。メールに載せたんですけど。ゆうちさん、ありがとう。可愛かった、嬉しい。売れトマトです、ハートしたんです。そう、サラハさんと、サラハさんと YouTube めちゃくちゃ嬉しかったです。サラハさんのことラブです、めちゃくちゃ。サラハさんは面白くて可愛くてスタイルも良くて本当に大好きです。梅さん、ありがとう。リリアさん、ありがとう。夢中、本当にこんばん、お、水星さん、今日もお疲れ様です。えんやさん、そう、えんやさん、チュチュチュ、水辺の水星さん、かわいい、ありがとう。そう、えんやさん行ったんですよ、香川の終わりに。そう、柏店のうどんと迷ってんですけど、明太子にしました。明太子釜玉うどん食べたんですけど、結構辛くてめちゃくちゃ美味しくと、リュウチュー明太子好きなので嬉しかった。でも次は柏店かけうどんに挑戦してみたいと思います。水星さん、ハット。ゆうきさん、クラッカー、ありがとう。水星さん、ありがとう。チュウさん、嬉しい。急に始まるスクショタイム、いくよ。リュウチュースクショタイムします。
つ編み。麺は太いのが好きです。水星さんありがとう。お、うどんいいね。ピンクのクマさん、水星さん、アルゴンさんありがとう。リアチュウが本当に、リオさん本当に嬉しい。ソラハさんラブ。なんか嬉しくない？え、本当？ DD なの載せる。え、DD もじもじ。え、ちょっとリアチュウ緊張しちゃって、挙動中出ました。リアチュウ、え、アイカタン。リアチュウね、アイカタンとちょっと目が合った気がして嬉しかった。梅さんありがとう。押しましょうか。え、もうリチャードさんありがとうね、本当に、はい、楽しみに待ってます。腕もり、え、腕もりり、腕もりなんてか、え、え、明太子好きです。アリオンさんありがとうございます。え、今日も最後、お、電化会さんめっちゃ前で見れて最高でした。カメラ目線出てできてたかな。ヤマピーさんありがとう。おかしい、ありがとう。おかしい、かわいい、本当に、え、嬉しい。香川大学ではヘタレたちをセンターでやらせてたけど、かわいい。え、タンポポさん、リーチ見ました、ツイート。タマルさん行ったんですね。とても美味しかったですか。嬉しい、なんかすごい聖地巡礼してくれるのとても嬉しい。嬉しい。ヒゲ作って、ヒゲちょっとなんかさ、ちょっと巻いてるからさリアルなんよ。なんか巻いてるからなんかリアル、なんかリアルになっちゃう。かわいいちょー、ほんと嬉しい。レジュ、え、いや、お、いや、ちょっと信じない。よしかた、ありがとう。オタクチェック、お、さらしてくぜ。エムタツさん、ミキアクモクありがとう。バチでずってたエムタツさんありがとう。はい、初めての意外です。本当どうでしたか。リエツめっちゃさ、めっちゃ始まる直前まで似合わなかったらどうしようとか、ちょっとリエツひよってたんですけどどうでしたか。ひげまくり、エムタツさん、クーバーさんありがとう。レクト店が、お、両方行きたい。え、嬉しい、そっち買った。ぴょんちゃんありがとう。リアオンリー動画撮れてなくて、あ、2日連続の学祭、え、楽しかった。ふんぼうさんありがとう。ユニバーサリーさんありがとう。嬉しい。ゆうちまた三つ編みやるか迷う。やったことない髪型とか挑戦していきたい。嬉しい、 NT さんありがとう、そう言ってくれて。こんばんは。明日はお楽しみに。また、え、本当ですか、嬉しい。またお願いします、ぜひやらせていただきます。高めツインやりたい。で、生誕祭の髪型に迷ってるんだよね。普通にストレートかツインテールもありだなって思った。ストレートかクルリンパ、クルリンパとかちょっと迷ってる。ポニーテールもいいなって。夜、お疲れ様。お団とか、え、嬉しい。やってみようかな、今度やってみようかな。ちょっとね、明日はね、いつね、マイキューさんにお話できるのが楽しみで、そわそわしてる。なんとしても生誕祭行きたい。え、嬉しい、絶対待ってる。ハーフツイン、え、ちょっとじゃあリアチュースクショしとこう。スクショしとく。ちょっといいね、ツインテールかハーフ。迷ったら、確かに迷ったらね、どの髪が、え、本当迷ったら相性通り、リアチュウが決めていい。え、リアチュウはなんか普段メンバーがそれぞれなんかやったことのない髪型をやってほしいな。え、でもリアチュウは結構リアチュウ三つ編み好きなんよね。自分の三つ編みは そんな好きじゃないんだけど似合ってるか分かんないし、ちょっと
とリュウチュはあれかもしれないけど、メンバーの三つ編みは好きな、見るのは好きなんよ。三つ編み好きだな。うーん、なんだろう、でもハーフツインも好きで、なんだろう、クリンポ、嬉しい、マイケルさんにも、エーさんありがとう、クマヘアとか、確かに確かにクマヘアあり、タヤノカさんありがとう、見た目合ってる本当、ピョンちゃん嬉しい、編み込み確かに、迷うね、迷う、ピンどっかないかな、ここを止めたいな、三つ編み、こんばんは、明日はコスプレ、トマトポさんありがとう、レインボーさん嬉しい、明日は待ちに待ったコスプレです、人生初のコスプレ、ぜひお待ちしてます、下が長、本当、フーボムさんありがとう、ワクワク、ソリア中の見えれます、なんとソリア中のコスプレが、何の仮装？内緒です、言わないです、まだリア中内緒なのでまだ言いません、楽しみにしておいてください、リレイヤさん、アリガリレイヤさん、バラの花束バニラド、明日のちょっと楽しみ、了解、多分みんなが好きそう、好きそうなやつ、結婚して法的に無理、ゆめさんありがとう、今日ね、今日ねめっちゃ変な夢見たんよ、法的には大丈夫な、ちょっと危険、ちょっと危険全身写真撮れるかな、撮れたらまた晴れてしまう、でもかなおちゃんとお揃いっていうか、かなおちゃんと一緒にするので、その時に一緒に全身撮れるかもしれない、それそれ、でもどうなんだろう、法的に無理かも明日のコスプレは法的に NG かもしれない、でもね、ちょっと恥ずかしいな、ちょっと恥ずかしいな、なんかすごい楽屋がなんか全メンバー一緒だから、楽屋がだからちょっと恥ずかしいな、恥ずかしい、傷しないように気をつける、本当チャリーチュー、もっと好きになってもらえるように頑張ります、みんなのこと落として見せます、期待ね、本当みんなのこと落として見せますね、オノピーとありがとう、ジェクソンさんハッタリ嬉しい、ウレトマト、嬉しい、人生初の完売、もしそうだったら人生初かも、それはさ、人生初、なんか SG を経て流行って初めての記念日にコスプレ、いいね、人生初めての完売、人生初めてのコスプレ、嬉しい、本当に皆さん嬉しい、申し込んでくださった皆さんありがとうございます、本当にリエチュウのわがままで、本当にリエチュウが頑張り出したいって、すごいみんなありがとう、答えとくみたい、ヒロさんありがとう、頑張り、もうリチャードさんありがとう、もう感謝しきれないです、もうリチャードさんには残念でした、またいつでも来てね、梅さんありがとう、いつでも来てねって気軽に言っちゃったんだけどね、来るのも大変だよね、リエチュウチュー、こんばんは、明日のあれ食べる、あリエチュウのね、嬉しいよ、ありがとう、今日もありがとう、
やっぱさん、しんさんありがとう。嬉しいよ、リア充みんな。優しくて、リア充嬉しい。夢中。しんさんありがとう。リア充ね、足ね、豆ができちゃってさ、水ぶくれみたいな。でね、剥がれちゃってめちゃくちゃ痛くて仕方がなかったけど。めちゃくちゃ水ぶくれが、水ぶくれっていうのかな、死んじゃいそうだった。お風呂入るとき、昨日ねお風呂入るとき痛い痛い。香川大学祭で多分右足に負担かけすぎて水ぶくれが、水ぶくれなんだろう、痛い、靴ずれなんだろう、めちゃくちゃ染みて嬉しい。2日連続でも明日も話す方は3日連続ですね。香川も広島も、もう3日連続の方っていらっしゃいますか。もうリュウチもう感謝すぎます、もう本当に。はい、嬉しい。やっぱね、やっぱありがとうございます。やっぱ今日もやっぱできて、売れトマトだったよ。やっぱ嬉しかった、みんな本当に。あの香川参戦してくださった方も、広島参戦したかしてくださった方も、明日参加するよって方も、本当にみんなありがとうございます。リエチュに会いに来てくれてありがとう。海さんありがとう。緊張してきた、嬉しい。新平さん楽しみ、リラックスして。リエチュも緊張してきた東京に向けてタムタムに会いたい。売れタムタム、リア、リア中タムタム待ってる。イベントもね、そう、東京だと来月アイドルスターと福フェスと山梨なんですけど、山梨のフェスとかかな。あとはまたリア中から嬉しいお知らせがね、2つ待ってるので。いやでもいつ解禁されるんだろう、あれちょっと楽しみ。リュウチもいつ解禁されるんだ。シエタンありがとう。次回はナイトクリーニング、いやーやったん、楽しみ。リュウチから、え、見えてましたよ。ジパングさんありがとう言うて、え、フェス走る、イエン。いちごちゃんの地元初めて、リュウチュ山梨初めて。ジバングさん、シュレタありがとう。嬉しいお知らせ、そう、マナミタありがとう。人生初の経験、嬉しいお知らせ。人生初めての経験2個あります。楽しみ、告知するのが楽しみ。この1億ゴールデンウィークお台場のとこの間の僕と対応、そうなの。嬉しいね、たむたむたくさん。これからタムタムタンとタムタムタンとキュウリを続いていきましょう。司令官ジパンクさん、おのびたありがとう。東京からだとね、本当に大変だよね、本当に。広島遠すぎる。リチもさ、いつもね東京行って千葉でディズニー行きたいんだけど行けないもん、高くて。だって往復4万円ぐらいする。あ、4万円ぐらいする。お、片道1万8000とか9000とかするよね。高い。周平タユナイテッドありがとうございます。お、会うの期待してます。知らんけどチェキさんありがとう。ユナイテッドさんお化けありがとう。そう、リア充ディズニー行きたいよね、めっちゃディズニー。でも高いよ。手術は、周平タ頑張って、お大事にね。早割りで、早割りなんてあるの。入園料もね、値上げしたよね。リュウチュ行きたかった、行きたい。まだ夢。でもリュウチュはディズユニバー行きたい。シエタン今ちゃんありがとう。かなおちゃんとあとリサコちゃんとね行きたいんですよ。リサコちゃん、オイラの友達
東京マネーが、そうなんだ、初めて知った、学割なんてあるんだ、初めて、初知り、初知り、耳ありがとう、初知り、ちょっと今度行ってみようかな。でもね、りゅうちゅうさん絶対東京一人は無理なんだよね、迷う、自信しかないんだよ、お金がかかるよね、一般で、ひろさん嬉しい、楽しみに待ってます、嬉しい、ぜひね、一般販売、スペサボ落ちたよってことも、の一般販売でお待ちしてます、レチューみんなのこと待ってるのでぜひ参加してみてください、平日でね結構難しいんですけど、平日ゆへたありがとう、生誕、あ、嬉しい、当たった、おめでとう、やったね、嬉しい、はんちゃんみんなありがとう、やったね、嬉しい嬉しい、当たったよ報告、でも外れたよ報告も嬉しいです、なんだかイコール落選、落選したってこと、まあでもね、スペサポのなんだろう、なんで 領域というか、なんて言うんだろう、スペサポの限度がね、本命は一般だから、一般でどこまで埋まるか、証明書買えば学割でいける、本当生誕、外れた、いけーぞー、ぜひね一般販売でお待ちしてます、ありがひっきーさん、ありがひっきーさん待ってます、嬉しい、そうスペサポの枠は少ないんかな、自分もよく分かんなくて、おやすみ、ウレットマット人気なかし、何席ぐらいなんだろうね、スペサポのあれって2列目ぐらいとか3列目2、3列目とかかな、スペサボのあれって2、3列目とか1列目やないか、2、3列目、頑張れ、ありがとう、でもね一般ですね、本命は応募するの諦めちゃった、ぜひね一般でもお待ちしてます、一応みんなに会いたい、会いたい、会いたかった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 、イエス、会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス、君にチュッチュン、香川でやったんだよね、自転車全力で出たる、こぎながらさのボール風に膨らんでる、シャツも今はもどかしい、やっと気づいた本当の気持ち、正直に行くんだ、たった一つこの道を走れ、誰よりも大切だから、売られても、誰が大切だから、売られても後悔しない、誰よりも大切だから、この気持ち伝えたかった、好きだとならば好きな態度をごまかさず素直になろう、好きならば好きな問いよう、胸の内さらけ出そうよ、ララ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 
ララ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 、会いたかった会いたかった会いたかったイエス、会いたかった会いたかった会いたかったイエス。オンライン追加、大工さんありがとう。すごい新鮮すぎる。リチもね、久しぶりにやった。さらけ出すか。メイビー最高。え、嬉しい。メイビー。ジュージュージュ。ジュー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 ジュ9月のそよ風、夜休み、夜休み、夜休みだな。君のことが気になってきたんだ。ああ、いたのに、今すぐに会え、会いたい。ビンビンビン、夜が見ない、愛空には、え、でもね、リュウツ覚えるの大変だったのは、メイビーとか難かったかも。細かくてね、なんかこの向きが覚えられなかったり。でもまあ最初セトリ順だと SG48 は歌詞がむずくて、で次は夢力まあ定番で、好きになりただけも私好き。ジュリスティッドで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 これが好きです、私。でその後好きに好きの終わりはなんだ、じゃーん、 MC だっけ。で小豆島、あ次 AK ブロックだったっけ。好きになれただけ幸せだ。 MC 会いたかった、ヘビーローテーション、イヤキメイビーで、小豆島、夢をガラス瓶の中に、船から降りた僕たちはだったね。でペダルで愛の重さだったっけ。13曲 STO とイメージから、イメージから好きな、ね、イメージから17、MC に会いたかった、ヘビロテ、メイビー、小豆島、目をガラス見中に、船から降りた僕たちは、ペダル、愛の無双、あれ2曲足りない、あれおのびとありがとう。なんだっけ、まあね、たくさん夢をガラス瓶好きだよ、リア中。夢をガラス瓶に入れて、あ、息をする心だ、そうだそうだ。海に流せばなるんだ、使うちゃんと自分帰るように、何か少し、え、楽しいね、やった。あ、そっか、下手結構少なかったかな。どっちが多かった、髪神手多めだったような。そらはさんと話しかけた、え、広島市内かかった、お疲れ様、お疲れ様です。本当に大渋滞、土曜日だからかな。ダンス、嬉しい。
粋な気持ち。下手やし、リエチュいつもですね、下手なセリフ飛んじゃいそうで怖かったんよ。飛ぶかな、いつも飛びそうで怖くなっちゃう。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできなきゃないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの見てないし、一生懸命やらなくていい。今日はしないイベント多かったから。ハローユース福岡リアチュ、嬉しい。まよたみさん、お揃いの T シャツとか持ってないです。お揃いいいね、お揃いしたい。ハチストベイさんありがとう。めっちゃ人、リアチュさん明日のさパンフェスタめっちゃ行きたいんよ。あといろんなとこでやってるよね。広島駅もやってるみたいに聞いたことある。やっぱさんに言うと、みゃーん、みゃーん。ちょっとだけ、お、くまねぼぼさん嬉しい。よろしくです。マイキューさんで思い出したんだけど、リーチ明日、マイキューさんに、新種、サインを書いてもらえるんです。楽しみ。マイキューさんにお話できるのが楽しみです。お揃いコーデというか、お揃いコスプレというか、全く同じのコスプレじゃないんだけど、同じコスプレ。こんばんはって、なんて言うんだろう。私は明日マイキューさんと話してきたのが楽しみ。ニーチューに夢中。似た系と、うん、そうそう、そんなんか見た。ありがとう、嬉しかった、ありがとう。リュウチュウ牛で七に入る、知ってます、知ってます。すごいね、リュウチュウたまにね、おしんさんのルームたまにこっそりやつしに見に行ってますよ。ハートありがとう。この前言ってたけど明日も、そうなんですよ、今テレビ台にマイキューさんがくれた誕生日プレゼント飾ってあります。それを明日持っていきます。プレゼント、そうなんです。ちょっとリュウチュウちょっと寝れないかも。ありがとう、写真撮ってもらうかな。みーたんありがとう。マイキーさん、お、ライブありがとうございます。おし、そうなんですよ、こっそりやちゅうしてます。こっそりやちゅう、嬉しそうで、嬉しそう、嬉しい。おしんさんすごい神対応ですよね。いつもコメントとかすごいなって思います。あれもあげる。あ、何え、やばいやばい、小指水ぶくれ発生。うわ、水ぶくれ発生、痛いと思ったらつらい。また染みちゃうじゃん、また染みちゃう。やだ、もうやだやだ、本当にやだ、本当にやだ。今日はそんな靴痛くなかったんだけど、一旦やっぱり踊ったらこんな事件が起こる。やって、ジャズすぎる。あれもあげたい。ちょ、何エムさんありがとう。おやすみエールありますよ、パトロール。え、本当、エムさんありがとう。大丈夫、いやーん、やだよ。めっちゃ昨日ね、昨日は右足、あ、昨日、今日、これも昨日ね、右足の足の裏がちょっとね、水ぶくれで、めっちゃ水ぶくれ、豆かな、めっちゃ染みちゃって、もう痛いって言いながら入ったんですよ。でまた同じことが今日発生します。つらい、小指にできちゃった。あー、つらい、痛い。ヒロさんありがとう、頑張れ、ありがとう。直さない、え、本当にね、めっちゃ痛くて、踊る時も今日めちゃくちゃ痛くて、そう、悪化しちゃった。え、見ました、オキさんの写真、めちゃくちゃ可愛かったです。チャイナの髪型が可愛かった。痛い、梅さんありがとう。見つけた、お風呂で一人痛いって言うな。お、可愛い、ガチャピンさん、やっほー、今日も来てくれて嬉しい。お、奥さんに会ってきました。いいな。
そうでもね、たくさんこれからフェスとかあるし、キスパワーパッド、キスパワーパッドってなんだ、これからリエチの話しかいけん、ほんとですか、レントさんありがとう。パトロール済み、パトロール済みです、もちろん。おきしちゃん、リッナーさんありがとう。いやだー、ほんとに結構ね、リエチね、足敏感なんよ。リエチね、冬になったらもう全部の指あの霜焼きになっちゃって、めちゃくちゃ冬になると痛いの。リュウセット、ありがとう。足に敏感で、もう親指だけ霜焼きとかじゃなくて、リュウちゃんの足も全足全手霜焼きになっちゃう。だからめちゃくちゃ可愛くて、かゆいってなりながら冬はかゆい。レイチの、え、本当ですか、本当ですか。たやのこさんありがとうございます。あのぴったありがとうございます。めちゃくちゃかゆいよ、本当にね、霜焼きが結構嫌です。やっぱさんありがとう。めちゃくちゃ痛いよね、かゆい、かゆい、かゆい痛い、かゆい痛い、かゆい痛い。絶対もう足もぞもぞしてる、靴履いた後とかかけないから。え、めっちゃ似合う、本当嬉しい。昨日はね、タンポポ衣装でした。あんまフェスとかでタンポポ衣装着ることないよね、嬉しかったですね。で今日の衣装も結構嬉しくて、リアチ初なんですけど、あの衣装着るのがめちゃくちゃ可愛くて、また着たいなと思いました。超可愛かったです。仕事ありがとう。超霜焼け痛すぎる、リュウチも過ぎた、やばい、豆が絶対これ、リオさんも昨日今日皮が、リオさんとお揃いじゃん、タンポポ衣装です、頑張ってた、残念がと。そらなの、私は箱推しですから。今日の衣装はオキさんでした、イエ、嬉しかった、えーさんありがとう。痛すぎる、やばい、今日も染みちゃうパターンだ、痛いよ、絶対染みる、これやだ、もう染みちゃう、確定すぎるよこれは。傷だらけ、足が、別本当に足敏感すぎる。ジュースね、そう、オキさんの匂い嗅いでないです、さすがにそこまでしてないです、そこまでオタクじゃないですよ、さすがに、さすがにその思考はなかったかもでもただオキさんの衣装嬉しいなってめっちゃ思った、オキさんだと思って嬉しかった。洗濯、そうそうなんよ、洗濯してあるしね、そうなんよ、おうち、そうなんよ、もう痛い、痛い、早く治って、痛いよ、嫌だ、痛すぎる、お、あ、痛い痛い痛い、痛すぎる、痛いよ、とりあえずこの配信でこのお水を飲み切ろうと思います、頑張って。水ってさ、1日2リットル飲んだ方がいいみたいな聞くじゃん、ちょっと頑張ろうと思います、無理だと思う、あと20分、え、嘘、
無理宣言。きつい、もうきつい、痛い痛い、あやばい、左足ビリビリきてる、痛い、ビリ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 してるよ。多分1本分は飲んだんですよ、さっき、さっき、あでも1本分で 1200ml、 あと 800ml 必要だ、これ飲んでも大変だ。うん、ビリビリきて、右はもう豆ができて最悪です。痛い、やっぱさ、ありがとう。でもりゅうちゅんは今回一番嬉しかったのはやっぱりお話し会ですね。お話し会で適度なタイミングで言っとる、確かに。運動、そう運動してた時はいっぱい飲みました。本当にみんなにお礼しきれないくらい一番嬉しかったです。押し増しできない状況に至るのがとても嬉しいです、いい意味で。指を立てる、その指立てる、なるほど、立てます。おめでとう、ありがとう、みんな嬉しかった。こんなリア充の目標、立てたばっかりの目標がこんなにも早く叶うなんて思ってなかったです、嬉しい。今回また再販始まったので、そう部数が増えるぐらい完売できるようにね、この調子でたくさんの方に来ていただけるように頑張りたいと思います。本当にありがとうございます、たくさんお話し会を参加してくださって。売れトマトすぎるよ、もうりえちゃん売れトマト。あ、やっぱりお水きついかもしれない。サイン買いました。そう、そうなんよ、そうなんよ。そう、再販始まってる気がする。サイン完売したら、そうなんよね、大阪のサイン。大きいですね。大阪のサイン、もうサンタリア中に会えるなんて、もう一年に一度しかないので、もう本当にね、これは来るしかないです。ぜひお待ちしてます。サインもね。キキできるし、サンタリアージュだけしちゃう、サンタリアージュ三つ編みしたい、三つ編みツインテールとかしたい。ぜひサイン会お待ちしてます。たくさんサンタリアージュにね、たくさん沼に入ってってください。え、嬉しい、大阪、私小屋にきさん、ありがひきさん、もう嬉しい、リアージュ売れトマト、次の目標サイン完売目指す。え、そうですね、目標サイン会、え、でもそんなに本当に無理しなくてもね大丈夫なんでね、一応ね目標は大きくということで、目標は大きく大阪のサイン会完売です。目標ぜひ、初めましての方もねたくさんお待ちしてます。サンタリア中の虜になってください。たか、え、嬉しい、待ってます。そこのあなた、お待ちしてます。か、え、嬉しい、本当に無理しないでね、嬉しい、いいね、たくさんリュウチュのサインゲットしてってください、頑張ってください、ありがとう。たくさんね、リュウチュのリュウチュに夢中になってください。俺のこと、そうだよ、みんな待ってます。再販ってことはもう与えられたチャンス、私に。でも本当にね、無理せずたくさんの方に来ていただけるように、むちゃみさんと、え、本当ですか、私です。最後の、え、嬉しい、ひろさん、ひろさん本当にありがとうございます。お水、あでもね、今日お風呂で半身浴しようと思います。今日その時にこれを飲みたいと思います。音楽聴きながらするのが好きです、半身浴。な、2時間ぐらい使ったらやばいかな。こんばんは、リアチュー、さおきさん、やっほー、サイン欲しすぎる、ぜひゲットしてください。リアチューの
サンタにもね会えちゃうので。サンタ衣装めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛かった去年サンタ。昨日可愛かった。昨日じゃない去年そう今年もねサンタリア中に夢中になってってください。はじめましての方も気軽にお越しください。沼でお待ち、沼の入り口でお待ちしてます。そこのあなたもらい、お、プレゼントもらいに行っちゃってください。皆さん楽しみ。大阪なんですけどね、ぜひ大阪でお待ちしてます。大阪リクロージさん食べたい。リア中隊の赤、そうなんですよ、リア中の認定証ゲットしに行ってください。好きなものを選ぶ、いやでもだいたいスタイリストさん、スタイリストさんとか三つ編みかついんで、お迷ってる、私はサインから決め、確かめましょう。リア中のリアピョン隊の認定証をもらいに行ってください。来てください。リアピョン隊のチェキとか持ってる方とかもね、もうリアピョン隊の証なのでチェキとかもそれをね更新しに来てください。お待ちしてます。もうすごい、え本当に嬉しい、リチャードさん早く会いたいよ。ぜひチェキをお持ちの方はチェキを更新しに来てください。免許証更新です。チェキ更新したい、ぜひお待ちしてます。リア中のチェキゲットし、チェキじゃないサインゲットしてリア中認定証更新しちゃってください。大阪でお待ちしてます。楽しみ、更新時期、更新リア中サンタ、お、リア中サンタにお待ちしてます。みんなお待ちしてます。売れトマト、売れトマトすぎるよ。はじめましての方もね、オンラインまだ参加したことないよ、やり方わかんないよって方もね、ぜひお待ちしてます。前のは覇気ですか、いやそんなことないで、それはあの毎回ね今までこういう歴史があるってことが大切なので、そうつまり子さんですね。夢中こんばんは。明日はいっぱい配信しようと思います。明日は集合がね確かそんな早くなかったので、朝して夜できるかな、夜できたらして配信頑張ります。明日いっぱいします。今までちょっと最近ちょっと少なくなってきちゃったので、明日の朝やって夜もやりたいと思います。ぜひ見に来てください。お待ちしてます。忙しいよ、そんなことないよ。みんなの方が忙しいよ。リュウチの配信楽しみ。楽しみに待っててください。夜できますように。ね、夜できるかな？帰り何時かな？帰り何時かにもよるんだよね。そう、でも朝は確実にあります。でも何時かまだわかんないですけど。メイク配信しつつ、でもね髪型はね内緒なので髪型はやりませんよ。ちょっとね顔だけメイク配信しようかなって思います。ぜひね気軽に見てきてください。優しいの、嬉しい、そんなことないよ、そんなことないよ、そんぐらいしなきゃ、このぐらい。みんな広島まで駆けつけてくれてるし、今日も昨日もありがとうペコリです。夜できるかと、お家何時に帰れるかな、そう6時に終わってそこでちょっと待機して
待機時間みたいになって、そう待機時間みたいになって、そっから帰るとなったら、でも8時頃ぐらいはできると思います。夜2時間朝2時間とか。ハートありがとう。メイクファンクロ、お本当ですか。2時間ずつできる気がする。たっぷり写真、そう明日はね休日なのでたっぷり。確かに ワクワク。みんなと明日お話食べるの、お話食べるのじゃない、話すの楽しみにしてます。今日は夜ご飯はおばあちゃんとお母さんと、お母さんという家族で食べました。サーモンのお寿司、サーモン巻きみたいな食べました。サーモン巻きとおはぎ、サーモン巻きとなんかお惣菜何食べたっけ、食べられてお腹空いてなんでうちおばあちゃん確かに、なんで欲しいだろう。リュウチュウも海鮮が食べたくて仕方がなかった、抜群。リュウチュウ海鮮丼食べたい。リュウチュウ海鮮丼大好き。尾道で食べた海鮮丼が忘れられないのぐらい美味しくて、新鮮で、なんかサーモンとか回転寿司とかで食べるけど全然味がね、質が全然違くて美味しすぎて、しらすも美味しくて、たたきも美味しくて、もう一回行きたい、美味しかったの。海鮮丼だけ食べに行きたいです。海鮮丼食べたいもん。リュウチュウ海鮮丼大好き。最近海鮮丼食べてない。ちょっとね、そろそろ壇上見たいと思います。そうやばい、メール送れない、やばいやばい、危ない。ウニとかさ、リュウチ食わず嫌いなよね。今度挑戦してみようかなって思います。壇上見ます。13位頑張れたさん、ありがとうございます。パチパチパチ。12位やっぱさん、ありがとうございます。3日間ありがとう、明日もよろしくね。11位梅さん、ありがとうございます。10位アルガンさん、ありがとうございます。9位太陽の子さん、ありがとうございます。8位トノさん、トノさんありがとうございます。7位ヨシコさん、ありがとうございます。6位ヨノピータン、ありがとうございます。カガワ、ありがとう。5位リレイヤさん、ありがとうございます。4位ユナイテッドさん、ユナイテッドさんありがとうございます。3位神戸のヒッキーさん、ありがとうございます。明日楽しみ。2位タムタム、ありがとう。タムタムありがとうございます。話そうね、いつか YouTube と、いつか、んずこれから距離縮めていこうね、行こうね行こうね、タムタム行こうね、タムタム。1位はてん、エムタツさんです。ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとうございました。お休みメール送って、リチューお風呂入って寝たいと思います。みんなありがとうだよ、ありがとうペコリン、ありがとうペコリン、バイ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 。バイバイ。